なんえ、昨日かなああ、そうそう、昨日、んかそのカラコン買ったって言ったやんこれカラコン買いに行った時にさ、あの、元カレし、流れてた。え、元カレめっちゃ流れてんねんな。超流れてんの、いろんなとこで。その、カラコン、ちょドンキも流れてて、え、どこ行ったっけ、ドンキ。どこやったっけ、今日、え、今日やったっけな。え、どっかでも流れててんな、どこ、どっかでも。 えっそれのランも今日薬局行ったらさ STU さんのあのやつ流れてた鼻は誰のあ花の曲らんめっちゃ耳残る残んねんけどめっちゃ好きあの曲 STU、うん、街で流れてたことまだないねんけどえマジラン結構遭遇すんねんけど 東京がなくなったらってするとえ,え待ってそれとえ東…ええ東京がなくなったらじゃないのあれ歌詞えめっちゃ東京がなくなったらと思っててんけどえなんなのあれ実際の歌詞え国境って言ってんのえ東京にしか聞こえへんねんけど <laughs> マジ今日も野球越流しいて東京やと思って普通に聞いててんけど <laughs> え ルーマゲーセンで流れたあ思い出したで、そうゲーセンで流れてたの元カレ <laughs> ゲーセンで流してた、あのねえ、一昨日じゃないなえま、あ一昨日じゃないその前かな <laughs> くるちゃんとプリクラ撮ったんですよで、プリクラ撮ってたらめっちゃ元カレ流れてた <laughs> えー、東京じゃないんよえ、じゃあ後で国境やと思ってちょっと聞いてみるわえそうだからそう東京がなくなったらみんな幸せってさあどういう意味なんやろうって薬局の帰りには考えててででも東京ってまあ東京なくなって。 だるってことはじゃ,あじゃあ東京ってやっぱさ日本の首都やからまあなんかさいろんなさ最先端のがあったりするけどでもその分さやっぱりなんていうのなんか悲しいこととかもやっぱ多いじゃんってことなのかなとか考えてたけど国境なのね <laughs> うん一人でめっちゃ深読みしてたわ。 え、<laughs> え、そう、えほんまにほんまに考えてたほんまに意味考えてたわあー国境ねそれは理解できるわ <laughs>